万人のティーズロードミネオファンの皆様、お元気ですかと、ジュンコちゃんの真似をしてしまった今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あ、申し遅れました。私、ティーンズロードビデオ編集部、機械の星、デブノリさんなんですけれどもね。いやー、皆さんのおかげでティーンズロードビデオも絶好調、全開バリバリーという感じなんですけれども、そこで今回は感謝の意味も含めて、ティーンズロードビデオスペシャルをお送りしようかななんて思ってますよ。人は見かけによらないと言いますが、ヤンキーギャルたちも女なんですよ。いつら気合い入っててもやっぱり女の子。撮影の合間や NG の瞬間には可愛い笑顔なんか見せちゃったりするんだよね。いや、今回はね、そんな彼女たちの素顔だけをお見せしちゃおうなんていうわけなんですよ。嘘、こんな可愛い人たちがこんな可愛い子を抱きちゃうなんて信じらんない、なんてシーンがいっぱい出てきますからね。いや、それでは早速始めましょうか。まずはビデオナンバーワンからの素顔です。ティーンズロード男子禁制裏ビデオスタート。バイセブノリ。いいんですか、言っちゃって。いいや、いいって。自分が、わかんねえ、ちょっと、なんでこう見えな。前の人、うなじみ。前の人だね、頭を見るんだね。ちっちゃく前のなじみ。はい。最初。はい、こんにちは。もう、私有城、私有城っていうか、もう、ティーンズロードじゃ、もう、すごい人気がある、私有城の、ね、ゆうこちゃんなんですけど、その、ゆうこちゃんの私有城が、なんか、もう3代目になるってことで、もう、取材に来ようと、この、ちょっと曇ってるんですけど、来たんですけど、私有城、ゆうこちゃん、こんにちは。こんにちは。ごめんなさい。ごめんなさい。広島ちゃんは私有城よろしく。わかるってめえよ。怖いよ。じゃあ二代目総隊長の知恵です。すいません、もう一回最初からいいですか。四代目の頭を受け継ぐ聖子です。ちょっと待って、これあ、違うよ。松山の私有城はよろしく。もう違っちゃった。なんで一回もう一回。四代目は頭を受け継ぐ聖子だけど、街で見かけたら声でもかけてくれ。第4期のひとみです。みんな前回ボリボリでよろしくお願いします。え、こっちですか？え、こっちですか？あ？ちょっと。見てください、あの後ろ。現地利用してんの聖子ちゃんなんですよ。もう、ティーンズロードじゃねえ、今すごい人気だけども、この頃はまだね、新人って感じでね、まだぽっちゃりしてて。かわいいですね。重い。何？重いですよ。軽いです。さ、みおことりょうこはバインボイン。まあ、カット。東松山市有城。あ、間違えちゃった。せーの。ね、いいんじゃないですか。乗りたい車は。いやー、コーディネーションはね、もうみんなキャピキャピって感じでね、もう撮影してる中盛り上がっちゃって、もう大変でした。香織です。毎日明るく生きてました。イエーイ。じゃあ年なんですよ。はい、いいですか。はい、オッケー。なんでみんなで、いやほー今それいつの体もにやほー踊ってんだ。愛嬌団影夢でやるし、気合いで頑張ってるんでよろしく。よろしく。ちょっとくしゃくしゃもらえない。そんなのあんまり愛嬌欄影見やりにす、気合入れて頑張ってやるんでよろしく。よろしく。いやー、この日はね、本当に寒くてね、なんか路列が回んないっていうのよくわかるな。8回ぐらいかかって、やっと OK 出たんだよね。愛しゅうめいご愛嬌欄影見やりめ。よーん。
強いですね。さすが気合入ってます。よろしく。ターゼルテクト。あれで。ちょっと気合い入りすぎじゃないですか。喋らせてあげてよ。とんでもないじゃないです。すごい。もう気合入ってる。東向け。スケレに命かけるぜ、よろしく。それじゃあ各支部の特攻服のポイントを聞きたいと思います。でリーダーの私だけが紫の特攻服で、あとの現役の子は黒っていうことで。お、じゃあリーダーだけが紫着れるんだ。はい。でリーダーだけ特にハーブスのシンボルとしてバラが入ってて、 あと腕章が特徴だもんね。お尻のとこにスケレンっていう風に刺繍がしたって。おお、行きます。3、2、あ、ちょ、どうも人数少ないけど、その分気合入ってるし。はい、えみちゃんどうもありがとうございました。もう十分気合が伝わりましたよ。はい、どうですか、みんなやっぱり可愛かったでしょう。続いてはビデオナンバー2からの素顔です。もちろん誇張欄も入っとるもんで。よろしく。よろしく。はい、もう帰ってみようか。じゃあ、その弥生会はどういうチームですか。すいません。あと、陳田健一。それで、バカばっかり。貴重欄が…うん、やっぱ何年目気づいた。はい、今日は貴重欄と弥生会にインタビューしました。と思ったの。わかるな、緊張すんだよね。ニーズ貴重欄、女だからってなめんねな。兄者、キキョーラン舐めんなよ。あ、ちょっと待ってな、思います。パンツ見ないでよ。エッチ、ちょっと怪しく映さないでよ。エッチ舐めんな。というわけで、今回もまたまたこのコーナーで、今日、私が勝ったらいつもの通り、特攻ゴリラ君をあげちゃいますけど、あれ違いました、間違いました。私が勝ったらじゃないよね。いいぞー。新鋭隊長の信子です。うちらのチームは人数少ないけど一人一人あ、間違えた。あんたの髪の毛のビデオじゃないのよ。だから気をつけな。自分たちは、あ、間違った。頭やってるんだよね。どうして頭やってるのかな。みんな推薦で、どういうふうにやっていこうかなと思った。雪美女霊をどういうチームにしたいっていうかさ、やっぱ世界に羽ばたく。やっぱ服を着ると普段着より違うじゃん、感触がさ。なんか自分でこうなったって気持ちになるでしょ。普通の服着てるとね、なんか女の子なんだけど。なるほど。誰が服着ちゃったの。次は恒例の、うん、せーの、あ、まあ、よろしく。美女連は絶対ここが負けないっていうさ、チームワークの可愛らしさ。誰が知るよ。そんなもん。特攻隊のよしこです。川口で、あ、ごめん、あ、待って、なんだ、あ、こんな感じで。あ、いいかもしれない。あ、えっ、おいで。みんな一人一人気合入っていくから、よろしくお願いします。世界に羽ばたく龍騎美女連でした。俺が光ってる。大丈夫、大丈夫。おーい、みんなして、はい、3、2、1。いい加減にしろよ、バカ。はい、勝ったわ。はーい、迫真の演技でした。どうもありがとう。はい。今日は長野はスノー、スーパーボード
笑っちゃダメ。ちょっとすいません。今日は長野は諏訪の。すいません。文句があったらいつでも来いや。おお。私ね、それ私も言えるの。ダメんじゃねえぞ。違うかな。あ、そこ見るんですよ。行きます。違うかな。私が勝ったらこれをあげるんですけど、ね、負けたら違います。ぶっ殺す。いい。私が勝ったら何をくれますか。やるときはやっからよ。ちょっとごめん。長野なめんじゃねえぞ。ありがとう。Okay. ヒンズロード突撃じゃなくて突撃じゃない突撃インタビューだっていうことでして、今回は四国から来てくれたあのほら真っ赤っかっていうね胡蝶蘭ですけど、総長のひろみちゃんと、ひろみちゃんです、こんにちは。あとは、愛ちゃんもいるんですけど。ティーンズロード突撃インタビューっていうことでして、今回は四国から来てくれたあのね、真っ赤っかって言ってるあの胡蝶蘭なんですけど、総長のひろみちゃんと、分かってます？分かってますね？大丈夫？ひろみちゃんと愛ちゃんです。こんにちは。こんにちは。っていうことでして、何から聞けばいいかな。どうしよう、私緊張してるんだよな。っていうことで、すごかったんだよね、あの前回の緊張が。ね、本当に走りで。あ、それは当然だと思うんですけど。当然。胡蝶蘭は当然。胡蝶蘭は。なんで胡蝶蘭っていう名前を。あのね、胡蝶蘭の、ね、花って知ってる人もいると思うんですけど、うん、あのやっぱほら花っていうのはほら枯れたらもう終わりでしょ、うん、だけど胡蝶蘭っていう花はほら何百万何千万ってするね花で、枯れたら終わりなんだけど、そういうふうに今思ってやっぱ悪どい花かなっていうのあるの。確かにって感じするもん。でね、私ら見てくれても分かる通りの、やっぱりね、やっぱりあるから花の名前にしてやっぱり胡蝶蘭かなって悪どさを取りなんだね。じゃあね、だから普通の女の子では痛くない。大丈夫、普通じゃないから。あ、大丈夫、そう、普通の女で痛くない。慣れないから絶対。ちょっと言い過ぎですよ。文句あんだったらいつでもかかってこいよ。胡蝶蘭のひろみちゃんの笑顔なんかめったに見れるもんじゃないもんね。続いてはビデオ3からたこ焼きお姉さんも登場します。で、ティンズロードの中でさ、ヤンキーアベルの中で誰が良かったとかいる？ございましたと思いきや、あら、おじさん、ちょっと仙台シルク、なめんなよ。笹錦式仙台シルク、よろしくね。よろしくね。次リリースに来たぞ。NG10 回目。今度はダブルでこんな感じかな。これと言って特技はないけど、やっぱり彼の上に飲んのはバッチリ得意です。でもそんな感じ。彼の下じゃなくて上がいいんだ。やっぱ上ですね。危ない。
どうも、今日は私の地元から近い熊谷なんで車で来ちゃいました、今日紹介するチームは熊谷の竜姫というチームで、なかなか気合いの入ったチームなんで皆さん期待しててくださいね。じゃあ行ってみましょう。とうともこちゃん、相変わらずバッチグーでしたね。さすがはやっぱり、あっと思ったらおじさん。今日紹介するチームは、さて気を取り直してともこさん、もう一回頑張りましょうね。なかなか気合いの入ったチームなんで皆さん期待しててくださいね。じゃあ行ってみましょう。けえと思ったらおばさん、しつこいな。今日は全然違う。はい、今日はよ。今回3、2って言ったら一泊置いて始めて、はい、ダメ、よし、ほら、おい、あった。これからや、くさんかもよ、引退してからもや、てめえらのことや、みっ、あ、間違っちゃった。はい、テイク、いつか忘れた、行こう。はい、3、2、どうや、アービーの先輩も来てくれたってことで。私が悪い。これからや、青のり先輩なんかが引退してよ。青のり先輩って言うよ。青のり、やっぱ青のりって言うんじゃねえよ。のりこちゃんから、チームの PR をお願いします。北関東 UAI 連盟武州熊谷竜姫は全国で、じゃあ最後に、2代目頭ののりこちゃんからチームの PR をお願いします。北関東 UAI 連盟武州熊谷竜姫、これからも全国で、また間違っちゃった。2代目だよ、次は。はい、3、2、じゃあ最後に、ごめんなさい。気合い入れてよ。それでは最後はナンバー4からです。ジョゼフの香織ちゃんがこれがまた可愛いのよ。ではごく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 、すいません。ということで早速会いに行きたいと思います。会いに行きたいと思いますっていいんじゃないですか。あー、やだな、もう。私も声大きく言うからみんな声大きく。よろしく。北関東暴走グレン隊、間違えちゃった。埼玉秩父ご紹介よろしく。よろしく。なんみんなリアンと声が違うんだよって。あいうえお。よろしく。ブツブツくん、ブツブツくん、ブツブツくん、声の声にしたかったら1000円取るかんな、一人。声がもうちょっとちっちゃいからさ、肉なんかは地声出しねえだんべ。ねえ、新しく入ったのがもっと全開でっけえ声で言えな。はい。人のせいにべっしょ。このみなこです、よろしく。では極上会についていろいろ聞きたいと思います。まずは自己紹介からお願いします。リハーサル、いや、これ本番なんですよ。ナースよろしく。三段シートじゃないよね。三段で、三段延長は、ね、三段延長。これなんか何人もね、ぶら下がりとなんかかけられる洗濯物とかできるそうだよね。おい、ねえ。じゃあこれは、ね、またすごい綺麗な色だけど、この会社なんていうのかな。ゼファー。ん？ゼファーです。ゼファー、高そうだね。高い。ブツブツくん。焦げたりとかしない、単車乗ってて。高いから絶対焦げたくないし。高いから焦げないように気をつけてる。で、これはどこをいじってあるのかなって、いじってあるよね。わかる。わかんないよね、これなんか難しいもんね。なんか難しい。やっぱこれですよね。終わっちゃった。じゃあもう一回やろう、もう一回。まだ声がちっちゃいよ、まだ出るはず。北関東暴走グレン隊埼玉秩父極上会よろしく。よろしく。よし、決まった。もう OK だろう。と思ったらもう一回だって。北原レーシングのゆか
りです。よろしく。ちょっとお目目キョロキョロさしちゃダメ。カメラ向いてほら。はい、目キョロキョロさしちゃダメね。あれだね、やっぱりね。ねえ、これさ、スピード出してるとさ、外れたりしない？このボンネット。あ、大丈夫よ、これは。本当？中も、だからこれ針金出たけど、あと前とかでそういうしちゃうから。本当に、私のマーク2ね、思いっきり高速とか飛ばしたら、飛んでる人にいたりしますね。フロントガラス取り替え。いや、よろしい？ああ、すいません、モグリだもんね。すいません、あ、そっか。右にハンドル切ると、何？あの、音が大きくなっちゃう。左に切ると、本が鳴っちゃうの。これはどこで見つけたの？これも、これは私彼氏の水の割りがついてたから。見づらくない？もう、カンって危ないじゃん。危ない。あ、ティーズロードのおかげで。チャーリーシングよろしくね。じゃないじゃんね、もう。見学者の人、うるさいですよ。ああ、葉っぱだらけ。ハンドアメ総長。チューバーよ。すいません。なめんなよ。電気なめんなよ。お題目だ。なめんなよ。ハンドアメよ。上等だこの野郎、売ってんじゃねえだおれ、歯向かう敵なし霊気魂だからよ、おれ。惜しかった。霊気界バリバリパリパリ。足がしびれた。変なものだ、トン。次で行こう。モンゴルやつ一度も来いよ、おれ。いや、何回見ても痛そう。そして最後はかおりちゃん。かわいいですよ。ちょっと恥ずかしいけど、今日は。ブース。じゃなくて、ちょっと待って、緊張すんね。だ。レベル前の準備運動。これでグッ。こっちも打つ。ではおやすみなさい。よいしょ。どうもお疲れ様です。いやー、可愛かったね、かおりちゃん。でも本当はいびきなんか書かないんだぞ。
というわけでね、ニヤニヤ笑いながら見てしまったデブノリおじさんなんですけれどもね、皆さんどうでした？また一段とねファンになっちゃったんじゃないかな。やっぱりね、みんな気合全開でかっこいいけど可愛いんだよね。多分またみんなもそう思ってるんじゃないかな。さて次スペシャルビデオは何作ろうかななんて今からね悩んじゃったりしてますけど、あ、みんなもねなんかいいアイデアあったらどしどしデブノリさん宛にお手紙くださいよ。待ってますよ本当に。それでは次回に期待して、ディーンズロード男子禁制裏ビデオ終わりだよ。バイデブノリちゃん。